ちょっと早めのクリスマスってことで旦那実家で食事だった。私が食事の用意をしている時にテーブルで本を読んでいる旦那。ウト&子供はおもちゃを買いに、外出とめは旦那の方を向いて、子供の学校の件でああしたらこうしたらとくどくどとエンドレストーク。話し好きのとめ、聞いていると長いので旦那は相槌もしなかった。私はとめは旦那に向かって話しているもんだと思って、話は聞こえているが無視していた。旦那に話していると見せかけて、私に向かって自分の意見を押し付け、モードでうぜえ。誰も無反応に切れた。とめ、いきなり席を立ち、私の耳のそばで、人の話に返事ぐらいしなさいよ。と怒鳴りつけた。危ないな。旦那に話していたんでしょ？旦那が無反応だからって私に当たらないでください。私、今揚げ物しているんですけど。揚げ物の時、邪魔しちゃいけないって、うちの子供でも知ってますけど。もうこうしろ、ああしろって、話を旦那に言ってるふりして、私に言うこと聞かせようってのやめてください。もう性格悪いったら。と、とっさに怒鳴りつけたさ。今までにこやかな嫁をやってきたが、もう限界。とめ、そんな揚げ物してるなんてわからなかったわよ。あなたこそ、大きい声出さないで。私、はあ、唐揚げ作ってくれって言ったのそちらですけど、こっちが何やってるかわからないのに、なんで私が相槌打てるんですか？旦那はおろおろでお袋話長すぎ。独り言なら、仏壇の前でやっててくれってさ。でも、もう正月も来ませんと言えたのでよかったさ。